こんばんは。こんばんは。今日大人のサッカー中級クラス川端コーチの話を伺います。今日のおさらいお願いします。はい。ちょっと最初聞いてた人数よりは少なかったんで、希望のメニューはちょっと変えたんですけど、シュートっていうテーマなんですけど、シュートのもらう前の動きのところを、多めにアドバイスさせていただきました。はい。今日の、ポイントになるところはどこだったでしょうか。ですね、やっぱボールを受ける前にしっかり準備をしておくというところで、一番痛かったのはディフェンスのこう見てる視野のところから消えてもらえたりするとディフェンスはもう首も踏んないと悪くなるし、スペースも生まれるというところで、したかったんですけど、なかなか難しかったかなというふうに感じました。はい。フォワードの動きは今日はメインだったと思うんですけど、はい、コツというかポイントになるところどの辺に。コツですか。はい。僕もあんまフォワード出身とかじゃないんで大きなことは言えないですけど、ディフェンスとかもしてて思うんですけど、常にゴールを狙ってるフォワードっていうのはディフェンスには脅威ですし、味方にとっちゃありがたい選手なので、もらい方とかトラップの仕方とかっていうところも大きな要素だと思うんですけど、ゴール前フォワードに入ったときはゴールを狙えるという意識を持ってもらえたらいいんではないかなというふうに感じます。はい。あとちょっと中級クラス上級クラスメンバーが少なめで固定してるんですけども、その辺で、参加者の呼びかけをお願いします。そうですね、はい、僕先週隔週で、最近入ってるんですけど、はい、申し込みの方も少ないですし来てみたらもっと少ないとかいう状況があるので、はい、人数がたくさんいればいろんなメニューとかいろんな状況の練習ができるので、ぜひ皆さん、こういうことをしてもらいたいという要望とかあれば言っていただけたらこちらも助かりますので、今後ともよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。